トヨタ自動車、トヨタ自動車東日本関東自動車工業関東自動車工業株式会社はトヨタグループに属する自動車メーカー。2012年にセントラル自動車とトヨタ自動車東北を吸収し関東自動車工業はトヨタ自動車東日本株式会社に社名を変更した。トヨタ自動車をはじめとする取引先及び 工場近隣の人々からは、赤字という略称で呼ばれることも多い。トヨタブランドの車両や純正部品の開発、製造、並びにグループ会社で、トヨタホームブランドの住宅区体を製造している。また、4WD 電動車椅子、パトラフォーパトラフォーの製造も行っている。1942年に、横須賀市に設立された、株式会社、海遊会を、 1946年に関東電気自動車製造株式会社と社名変更し発足。1949年にはトヨペット SBP 型セダンの生産を開始し、翌25年には関東自動車工業株式会社と社名変更した上でトヨペットボディの製造に全面切り替えする。以上の通り、当初の業態はコーチビルダーであったが、 1954年にトヨタ自動車工業が資本参加した後は開発への参加と最終組み立てまでを行うようになる。その後、1967年に東富士工場、1993年には岩手工場を開設し生産規模を拡大している。古くはトヨペットスーパー RHK 型やトヨタスポーツ800近年では レクサス SC、トヨタセンチューリーなど、品質の高い自動車を生産することで知られており、2006年、米国自動車初期品質調査のプラントアワードで、岩手工場が最高賞である。プラチナ賞、東富士工場が、シルバー賞を受賞。2009年には、東富士工場も同じくプラチナ賞を受賞した。トヨタ AE86 の設計と生産も同社である。 これまで数多くのトヨタ社の開発から生産までを担当し、トヨタ自動車の海外生産車両の開発や、生産の支援、部品生産事業などを通じて、トヨタグループの国内、海外事業展開に大きく貢献している。昭和50年代初頭には、トヨタオフィスホームの生産を開始、2006年にはブラジルに、 部品製造会社を設立するなど、業用の拡大を図る。2000年には、実質基準で、トヨタ自動車の連結子会社となり、さらに2003年には、トヨタ自動車が、発行済み株式数の50.46%を、保有し、米国会計基準でも連結子会社となる。2012年には、株式交換により、トヨタ自動車の完全子会社となった。 近年では2007年に開催された東京モーターショーに出展するなど展示会を通じた企業 PR 活動を展開している。同年から展示会用に漢字のロゴを使用している。トヨタアセットマネジメントが販売するトヨタグループ株式ファンドを構成する会社である。1980年代の中期頃まで放送された日本テレビ系のドキュメンタリー番組 知られざる世界は、トヨタグループの提供であり、グループ参加の企業が、週替わりで CM を流すが、そのうちの一社として流れた関東自動車工業の、企業 CM は、フィルム取りの作品で、放映時に劣化が激しく、その放映された当時でも20年ほど前のもので、あろうという内容の時代作語的な CM を、流していた。 4区の電動車 S 関東自動車工業47ニュース、ボディメーカーによる小型乗用車のボディ仮装、トヨタ自動車75年史第8節本格的乗用車、トヨペットクラウンの登場第1項、S 型エンジン搭載の小型車開発。ありがとうございます。